ちゃみちゃん始まりました。あおみです。こんこんです。ゆうちゃんです。よろしくお願いします。2人に質問があって。うん、何ですか。何何。まあまあまあ水着で来ていただいたんですけど。はい、そうですね。女の子が、まあ、誰もが気になる質問で、うん、おっぱいのケアをどうしてるのかっていう。ケア？ケア？例えばナイトブラをつけて寝るとか。あ、私今は何もつけずに寝るタイプの人。マジで？そうなんですけど。それはちょっとないわ。よくないっていうよね。よくないよくない。日常でもつけれる、うん、あのナイトブラがあって、うんうん、それをよく着てはいるんですけど、まあ見たことあると思うんですけど。うん、あるね。おっぱいマッサージみたいな。あー、見たの。よくね、上がってる。動画で見たんだけど、これ効果あるのかなと思って、なんか二人やってますか？やったことないかも。やったことない。この辺をコリコリして、なんやったことないね。痛い。今日はそれをなんかやってみようかなと思って。はいはい。おっぱいマッサージですね。おっぱいマッサージ。育乳を、ね。もしかしたら大きくなるかもしれない。大きくなるかも。うん。美乳を目指して。検証してみますか。でマッサージして。うん。結果をちょっと、うんうんうん、まあ、続けるとどうなるかっていうのはまあ後日というか後日だ。いつか大きくなってるかもしれないですから。分かった。毎日続けたら。はい、今日はそれを検証していきたいと思います。はい、行ってみましょう。コンコンだけじゃあコンコンのバストサイズを公開しちゃいます。てかもうプロじゃないから測り方わかんないよね。乳首のところってことよ。ちょっとやめて。ダメだから。使えない。ですか。いくつ？78かな？うん、はい、78。まあ誤差あります。誤差あります。測り方違うので。はい、まあみんなで一緒にね、ちょっとおっぱいマッサージを一緒にやって、一瞬で大きくなるのかな、教えてもらえば。まあ微乳になるってことなんで、はいはいはい、微乳にね、この辺をちょっとコリコリして、このね、多分リンパだと思うんですよ。あ、でも痛い。痛いやつ、すごい。コリコリします。すごい。痛い。痛いわ。痛いんですよ、ここ。でも、ほんと大きくなりそう。いや、痛くない。痛いとこだよ、痛いとこ。え、どこ？痛いとこ、ここ、ここ。なんか骨みたいな。ちょっと待って、痛いよ。もうそれ以上大きくなんないんじゃない？いや、やめてよ、そういうこと言うな。どこかわかんない。え、ここら辺？ここら辺？え？ここら辺痛いよね、ここら辺。痛いよ。感覚終わってる、もしかして。ここら辺。え、かわいて感覚終わりました。嘘でしょ。痛いよ、ここ。痛い。え？ここ痛いよ。両方痛いかも。え？こっちの。あ、それ左。わかった。痛い人っておっぱい大きい人。やめろ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 。凝ってるってことなのかな、重くて。あー。凝ってるのか。そういう方って。いや、凝ってないわ、ゆきこ、そしたら。なんか、脇からコリコリしてたのかな。なんかこっちから手入れてこうやってやってた気がするけど。こういうこと？なんか、よくわかんないけど、こんな感じ？ここはでもそんな、なんか骨って感じ、ね、骨って感じだね、ここだと。こう？こっちどこ？ここ？え、ちょっとアーミーさんのやってみたいんだけど。いいっすか？どうやってやったらいい？後ろから、こういうこと？いやー、いやー、すごい痛いって。え、そうそうそう、あ、ここは確かに痛いかも。ちょっと痛いところあるんだよね、たまに。そこ痛いね。痛い、ここ痛い。それ痛いね。あー、それ痛い、あ、全然違う。こんなんでしょ。触った感じが、そうそうそう。剥がすやつもありましたよね。剥がすやつ、何をおっぱい剥がしみたいな。おっぱいの脇をグーって剥がすみたいな。まあ、後ろに流れてるやつ、あ、全部持ってくるみたいな感じ。脇を、あ、ちょっとここの部分をなんかすごいこうやって、あ、痛い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 。あの、もともとが大きいから、大きいかどうか分かってないんだ。形が綺麗になるとかかな。あ、輸入手は。輸入マッサージってこと？でも見た目とかどうですか？なんか最初の、なんか写真ないから。はい。どうなんだろう。どうなんだろう。綺麗になったかも。すっごい赤くなった。サイズ測ってみる？まあ、輸入なんで正直。形がね、綺麗になった可能性はあるし、ね、大きくなるとは言ってないの。後ろ合ってるかなとかさ。
でも、うん、78さっきの78あれさっきも78一緒変わってないじゃあビニアマッサージってことですね。そうそうそう、皆さん、ね、大きさというよりはこれ続けますね、ね、続けてみてもらって今ちょっと1ヶ月間でどうなるかめちゃめちゃ美乳になったら最高じゃん。しゃぼりしようから。そうだね、ちょっとやってみよう。私もやろう。頑張ろう。つけずに寝る人多分多いと思うんだけども、うん、つけた方がいいねっていう、そうそう、垂れないしあるので皆さんもぜひ、はい、ケアだケアする人見てんのかな男性側もいたらね、男性もね、ケアも男性も、ケアね、どういうことやね、はい、はい、というわけでこの動画がいいと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、しゃべちゃんでした。バイバーイ。